スチーム教育とは、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マスマティクスを統合的に学習する、ステム教育に、さらにアーツを統合する教育手法である。スチーム教育という用語を最初に用いたのはヤークマン、であり、ステムとリベラルアーツとの統合の枠組みをピラミッドで表したものが知られている。アーツとして、人文科学、社会、言語、 芸術を加えたスチーム教育は2007年には NPO 法人を配慮芸術教育同盟のプラッツが STEM into ス,スチーム」という表現でアーツを加えたスチームを強調している。また RISD の学長であった前田が2008年から2015年まで STEM to チームの教育プログラムを主導したとされる。2010年にスチームの順番を入れ替えたチームズという表現も 提案されている。スチーム教育では、生徒児童の数学的、科学的な基礎を育成しながら、彼らが批判的に考え、技術や工学を応用して、創造的、創造的なアプローチで、現実社会に存在する問題に取り組むように指導する。またスチーム教育の具体的な手法としては、デザインの原則を活用したり、 創造的な問題解決を奨励することなどが挙げられる。高等学校科学教師の経験を持つ、脳科学のスーザーと芸術教師であるピレッキは、教著の中でステムは収束思考に陥りがちだが、それにアーツを加えると拡散思考が加わり、創造的な発想が生まれることを強調している。ありがとうございます。